粕屋郡の救急医療の要、そしてまた福岡県の災害拠点病院にも指定されています福岡青州会病院。新型コロナのクラスターが発生し、大きなダメージを受けた病院を支援しようと、今日からある試みがスタートしています。あちらのところですね、もう一箇所入り口を今作っているところでございます。粕屋町にある福岡青州会病院、新型コロナの感染対策を強化するため救急搬送口を増設する工事が行われています。この病院は救急医療の要として、粕屋郡一帯はもちろん福岡市の一部などから年間およそ4000件以上の救急搬送を受け入れています。熱中症でちょっと倒れた時に3回ほどお世話になってるんですよ。安心できる病院があるのはやっぱり心強い。しかし8月、その救急医療で新型コロナの感染者が搬送されてきたとみられ、クラスターが発生。入院患者やスタッフなど感染者は70人以上に及びました。濃厚接触者として最大65人の看護師が自宅待機となり、少ない人数で入院患者の対応に当たりました。9月までは救急搬送や一般外来の新規受け入れも休止せざるを得ませんでした。救急搬送も福岡市内とか、近隣の医療機関に運んでいただいたりしましたし、多数の患者さんを出したこと、それから職員を守れなかったということで、本当に、痛恨の極みというような。10月から病院は通常に戻りましたが、コロナ対策の設備や医療機器に多額の投資を行いました。その一方、風評被害による受診控えなどが病院の経営を圧迫しているといいます。患者さんの安心安全のための投資というのはですね、もうそれはもう当然仕方ないと。そうした中、福岡青州会病院の医療従事者を応援するプロジェクトがスタートしました。クラウドファンディングで資金を集め、職員およそ650人に危険手当として届けようという取り組みです。福岡青州会病院のある粕屋町をはじめ、粕屋郡の7つの町が協力して企画し、今日その記者発表が行われました。命と健康をつなぐ、そういった思いをですね、どうか福岡青州会病院の方に、エールを送りながら。目標額は500万円。ワクチンも治療薬もない中、懸命に医療現場で働く人たちへ勇気と感謝として届けられます。地域の多くの方に応援していただいているというのが伝わるということが大事なのかなと思います。